次だ。はいはいはい。はい、行きましょう。こちらです。はい、LINE スタンプのアイデアを考えよう。ってことは LINE スタンプ出るってことですか？はい。すごいすごい予定。決まるよね。欲しい。で、どんなスタンプを貼ればいいか皆さんに考えていただこうかな。なるほど。で、できればポーズを撮ってそれを写真で撮ったらそのイラストレーターさんにそのポーズを元にスタンプ作っていただこうかなと思ってます。なるほど。で、今回そのスタンプのモデルは、はい、メマクーラ先輩です。イエーイ。モデル、はい、モデルモデルだ。モデルです。モデルモデルです。モデルです。モデルです。ラインスタンプのモデル、ラインスタンプ、リリースザスパイスのラインスタンプのモデルが沼クーラー。なるほど。こういうことあるんです。なるほど。私フィギュアを作るときにキャラのフィギュアを作るのになぜかフィギュアのモデルをやったことあります。なるほどね、はい、なるほど。そういうことあるんですか。沼クーラーさん、インスタ映えしそうじゃないですか。どういう意味。まあいい。乗ってたけど乗っかったけど、いや私沼クーラーさんの写真撮りますよ。むしろ個人的に撮りたいだけですよ。あ、いいっすよ、いいっすよ。撮られるだけです。わかりました。考えるのは、ピリペパーズの3人が考えて、はい、私がこれをしますと言って、ちょっとポーズこういう風にしてください、こうしてあしてみたいなのを言ってもらうと。はい、あの今日あのスカートだから、はい、パンツだけは。もちろんです。もちろんです。はい、スタンプやばいです。何なんだ。何のスタンプ。承認がおりませんからね。そうですね。はい、じゃあ行きましょう。どうしよう。どうすればいい。どれか。あ、はい。ちょっと個人的な欲しいスタンプ。あんたにちゃんと使えるスタンプね。え、あの一部の人にはすごい使いたいなって思う。ほう。なるほど。あんたちゃんどっちだって。すいません、ちょっとご協力いただいてもよろしいですか。どうでしょう。はい。壁際になっていただいて、はいはい。なんかさ、壁ドンをしていただければ嬉しいところ。どっちで？あのできればこちらに見えるようにしていただきたい。こうで。こっち？ここで。あ、肘丼で。近いよあ、やばい。え、いい。え、ね、すごくいいじゃん。あ、かっこいいっす。あ、すいません。なぜでしょうか。すいません。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これはなんかセリフをつけるとしたら何なんですか？うちんち来ない。なんか食事一気にいろいろなきゃダメだと思ったけど、あんま使えないよね。何言ってんの。遊び行かない。遊び行かないってこれちょっとどんだけパリピだよ。遊び行かないって遊び行かないですね。遊び行こうよ。リリスパとはあれ。じゃあ次私いいですか、うん、あのすごいド定番なんですけど、はい、なんかフーが結構、了解っていうのをすごく楽しそうに言うんですよ、はいはいはい、アニメ中で、うん、本編で、うんうんうん、なんでちょっと楽しそうな顔で了解みたいな。あーかわいい。じゃあスクエアで撮っとこうかな。おーおーかわいい。待ってごめんなさい、なんか変なの撮っちゃった。ごめんなさい、変なの撮っちゃった。もう一回すいません。かわいい。
みたいな。かわいい、かわいいです。ありがとうございます。恥ずかしいか。すみません、本当に。はい、恥ずかしか。はい。じゃあ、じゃあ、どうぞ。よーし。もう多分タイマーになってないね。よし。私はですね、うん、あどこに行ったの、うん、ここか、うん、手をこうしてもらって、で、あのここにあのいろんなスパイスが挟んでいるという感覚をちょっと持っていただいて、鉛筆じゃなくて手挟みます？ちょっと1本くらい、1本でいいの？1本でいいの？全員のペン、ちょっとなんかなんだろう、あのライブ会場みたいになっちゃうと。ペンライトで、あ、こっちに向いて、あの指さしてもらって、こう向いて、こう向いてもらって、で、指をさしてもらって、すごい。え、これは何のポーズ？で、ちょっとクールめでお願いします。あ、かっこいい。かっこいい。え、何のポーズ？え、あ、いいですね。え、何のポーズ？どう？スパイス効いてる？という、はい、一番なんかこう作品っぽくない？確かに、うん、スパイスの人がスパイスのことを、うん、みんな微妙な使いどころがどこなんだろうってちょっと、え、あの料理するとき、これから料理するよみたいな、これ誰の？これ私の。はい、スパイスがママの皆さんは何かわからない、説明しちゃいなよ。ああ、なるほどね。この作品におけるスパイスは何なのか。この作品におけるスパイスは、スパイスパワー。違う作品に入る。え、スパイスで、こう、脳のリミッターを解除して、脳のリミッターを、ちょっと待って。スパイスを使うシーンが、うん、こう戦闘シーンであるんですよね、うんうんうん、でそれでスパイスをこうかじる、うん、かじるとこう、うん、パワーアップしてめっちゃ強くなる、うんうん、けど時間が限られてる、うん、という意味でこの作品においてスパイスはめっちゃ重要なんです。重要です。はい、だからあのセリフがあったんだね。そうです、そうです。そう、私はたぎらせるっていう、そうそうそう、スパイス要所要所に入ってくるので、うんうん、覚えてください。はい。変な空気。オリジナル作品。そう、言っちゃいけないことがわかんない。そうなんですよね。すいません。はい。じゃあもう次の練習行きましょう。